So, die Aufnahme startet. Unser Acheron ist auch wieder aufgewacht. Und wir machen weiter mit unserer Story Quest. Ja, weil man schon von ihr redet. Naja, mal sehen, was der Epilog noch so zu bieten hat. Der ging ja in der letzten Folge ziemlich lange. Und dass Black Swan hier so ein Muttermal hat, das hat ich irgendwie nie gesehen, Mann. Why? Aber egal, lassen wir mal. Das kommt mir hier sehr vertraut vor. Stimmt, wir waren in der letzten Folge im Zug drin, wollten eigentlich ursprünglich in die nächste Welt reisen und dann kam wieder Albtraum. Wer ist Ena? サンデーさんの野望は覚えてるかしら。彼は性格、多くの10万人余りの意思。そして残念ながら、真実はそれだけじゃない。アスデナに入った時から、私たちは性格の影響を受けていたんだ。今思えば、あなたと私があの見知らぬ無境で出会ったのは、 Okay. Ich befinde mich jetzt wieder am Anfang der Geschichte. おそらく秩序の目的は人々を眠らせることではなく、性格を利用してアスデナの奥室を物質世界に浸透させ、無境と現実を融合させる。その中には 天外生化体の記憶もたくさん混じっているはずだ。それもエナの夢の恐ろしいところね。秩序に支配された楽園では、誰もが自分にとって完璧な夢を手に入れ、幸せに暮らしていくことができる。多分その唯一の誇りを除いて、あなたが夢の中で経験したことは 実際に起こったことなんでしょうね。そうでなければ、彼があなたをピノコニーの危機を救い、開拓の次の旅に出発するという理想的な終着点に導くことはできなかったと思うわ。Soll das also heißen, ich war im Traum in der Realität irgendwie, oder? Oder anders ausgedrückt, dass mein Körper im Traum real war? ただ、メモキーパーである私も、 やっぱり秩序の影響からは逃れられなくて、幻覚に陥ってしまったの。でも、あなたの記憶のおかげで、今、かつ普通の人間が運命の偉大な力を手に入れたとしても、神のように完璧な世界を作ることはできない。だから、あなたの夢にも欠陥が生じた。 要するに、世界の異常に気づくことができれば、意識を夢から抜け出させる機会もあるということだ。そしてあなたの無境の欠陥は、現実世界には現れないはずのミーシャよ。あの子に関する記憶のページ。 Haben immer noch eine Chance. Hätte nicht gedacht, dass Misha etwas damit zu tun hat. サンデーは調和セレモニーを利用してハルモニア聖火体の権能を奪い取った。それによってアスデナはエナの夢に落ち、人々は等しく
その音符に変えられている。Okay. 敗北したからといって、あなたたちが弱いというわけではない。むしろ、強者だからこそ、まだ一筋の希望はある。それを実現するために、ブラックソン、頼む。同じ。二人とも、ついてきて。この人たちは。エナの夢を受け入れ、幸せな幻想に溺れている人々だ。今のところ、彼らが深く眠っている原因を揺さぶる方法はない。あなたのクロックトリックでも効果はないだろう。だが、まだ他の方法で現状を打破するチャンスはある。先に進み。Probiere das Uhrwerk aus. Okay. Ich muss noch mal kurz zurück, um das hier zu holen. Sollte ich da rein? Sieht auf jeden Fall richtig nichtig aus. Zumindest gibt es eine Truhe. Das ist schon mal die Hauptsache. Aber wie es mir scheint... war es doch nicht ganz der richtige Weg. Dann muss ich dort entlang. Mist. Ich dachte, ich komme noch um die Ecke. Oh nein, ich habe die falsche. Ich wollte Ran Mei. あなた、それとも全てが消える。消滅開始。すぐ餌にかかる。逃げられぬぞ。出発の時間だ。戦闘準備、進行。Okay. どの勝利も苦労の賜物だよ。Also, da haben wir sie. Unsere Meister Luna wird ein nächstes Mal gebraucht. Da bin ich jetzt wieder zurückgelaufen. Na, das kann ich gut. ガツンと来るやつで行こう。生命は呼吸するだけではない。根は巡る。ファイアフライファー。生きるために。これはただの戦いじゃない。燃やしつく。
ちの花いずれ風に吹き落とされる。バトル体験を改善しない。ふん、2倍速ってこんなもんよ。So, damit wäre das auch erledigt. Warum klatschen die? Ja, das habe ich auch gerade gemerkt. Was macht sie hier? Robin-san wa mizukara no ishi de Ena no yume kara mezameta nda. Soshite tsuyoi kanojo wa akirameru koto naku utai tsuzukeru koto de 私たちをここまで導いてくれた。私が目覚めた理由はあなたたちと同じよ。夢の中で現実では絶対に起こり得ないことを経験したの。本当にひな鳥を取り出してくれる。その子には自由に空を飛んでほしいのに。このひな鳥はまだ弱い。僕たちがお世話してあげないときっと生きられないと思う。そういうわけじゃないけど。じゃあこのヒナが空に戻れるようになるまで一緒にお世話してあげよう。鳥は空を飛びたいからこそ翼を持って生まれてくるんだ。たとえいつか地面、鳥は生まれた時から空のものだからね。僕たちもヒナをその幻覚は甘すぎてただの夢であるとはっきりと気づかせてくれたわ。これは私たちの最後の希望でもある。エナの夢はハルモニア聖火隊、童顔の化身によって成り立っていて、ピノコニーの全ての生命の願いが一つになった時にだけ現れるの。Okay. 今それは人々の夢の中で眠りたいという願望によってとても強固になっているわ。破壊するためにピノコニーの全員に夢から目覚めたいと思わせる必要がある。Dann bescheren wir einen einfachen Albtraum, dann wollen sie aufwachen. Das klingt alles andere als einfach.人間が抱く美しい幻想への憧れはほとんど執着に近く、その真理は無意識のうちに、私だってわざわざ彼が完全に無防備になるよう準備を整えて、彼自身に真実を明らかにさせることで、でもピノコニーの全ての人となると、それほどの規模の人たちに同じ意志。ああ、この計画はアイオンを復活させるのと同じくらい難しいかもしれない。だがそれでも黙って見ているわけにはいかない。ここは宇宙の存亡に関わる危機なんだぞ。数字なんかにこだわってる場合か。Du bist auch aufgewacht. Black Swan のおかげだ。 Okay. 大したことはしてないわ。ピノコニーにいるメモキーパーたち。これは計画の第一歩だ。ガーデンオブリコレクションのタスだが、これほど大きな無境を前に内部からの突破が難しいなら外部に助けを求めればいい。奥室に満ちた聖剣であるアスデナには、そして今この瞬間、アスデナ星系には一つの夢しか存在しない。つまり
大勢の青函旅行者がアスデナ星系に跳躍してくれば、彼らの自由意志がこの夢に混ざり、でも呼び寄せた人たちが美しい夢に落ちて、うん、どうやら血明玉蝶を使うしかなさそうだな。いや、その必要はねえよ。青州同盟を動かすまでもね、巡回レンジャーに任せろ。まさか巡回レンジャーを集められるのか。外の連中は巡回レンジャーは神出鬼没で互いに連絡も取り合ってねえと思ってる。ヨミ、これがなんだかわかるか。Was soll das sein? 私が返した異物だな。ああ、これの持ち主はあんたに教えたはずだ。こいつは巡回レンジャー以外には何の価値もねえ。本来の持ち主のとこに戻って初めて力を発揮。なぜならこれは副葬品で、巡回レンジャーのために輝かしい閃光をあげた英雄しか持つ資格がないからだ。こいつの光が無数の流星が空を切り裂く。それは集結する巡回巡守の姿勢は一番長い夜にしか落ちねえ。そんでその後には、俺らは長いこと沈黙してた。宇宙の臆病者ダニ圧政者ともに無境が揺らいだら、計画の第二段階は私に任せてちょうだい。人間には強い人と弱い人がいるけれど、開拓が英雄の使命であるなら、調和の責任は強きをもって弱きを助けること。それぞれの幸せも道も彼ら自身の手で切り開くべきよ。私はもちろん、その中には兄様も含まれてるわ。絵なのよ。綿密な計画のように聞こえるけど。そうだな。だから計画で一番大事なのは、全ての人の気持ちを変えることではない。全ての人に自己救済を選ばせることだ。Haben wir es jetzt endlich mal mitreden? 最後はやっぱりあなたの出番。ハルモニア聖火隊の力は司令と変わらないから、結局は対等な力で立ち向かう必要がある。美しい夢を覆す最後の段階は私。そう言ってもらえると本当に。役割分担が決まったんなら、それぞれの戦場に向かおうぜ。さあ、大仕事の始まりだ。Also nochmal ein großes Finale. Ich dachte, das letzte Riff war schon das große Finale.少し二人で話せるか。もう一つ説明しておかなければならないことがあるんだ。Also jetzt noch auch noch was erklären. この盛大な宴は、kommt es jetzt dann wieder mit so einer Rotschrift wie am Anfang? は最後の舞台への出発点であり、かつてはピノコニーのすべての物語の出発点でもあった。Hier hat Glühwürmchen die Wahrheit ans Licht gebracht, glaube ich. Also Firefly. 彼女が最初に死の向こう側に別の世界があることに気づき、あなたは知っておくべきだ。果てしない夢の中で、私があなたたちと状況を打破する鍵を見つけられたのは、すべてある人物の献身と努力のおかげだということ。Und wer wäre diese eine Person? その人物こそ、ホタルだ。夢から目覚めた彼女は、星の海で列車を見つけ、秩序の残党に関する情報を教えてくれた。それには、脚本の助けもあったのかもしれないが、その代償は。Okay. あなたも知っての通り、密航者であるホタルは私たちとは異なる方法で無境に入った。ホテルのドリームマシーンやファミリーの助けもない。彼女が目覚める唯一の方法は本当の死だけだったんだ。どうか彼女の意思を無駄にしないでほしい。これは私たちが全てに勝たなければならないということではなく、
私たちの決意が、あの勇敢な少女に恥じないものでなければならないということだ。それで、準備はできたか？Beginnen wir mit der letzten Etappe. Ich bin noch nicht ganz bereit. Warte kurz. Ich mache das erst in der letzten Folge. Sorry. Und in der nächsten Folge. Ich mache das in der nächsten Folge. Aber gut, dass sie mir eine Entscheidung lassen. Ich wollte nämlich noch ein paar Warps durchführen. Ich möchte sie doch schon irgendwie. Deswegen gucke ich mal, ob ich mit meinen 40 da jetzt was reißen kann. Ich wechsle mal die Location. Die Handlanger hier auf einmal hin. ぼんやりとした夢中の中で一つの星が私を照らした. Die habe ich also schon voll. Halt, eins daneben. Jetzt muss ich alle reinballern. Dann wohl, ne? Wobei. Einen letzten haben wir noch. Gut, das bedeutet. Tja, doch nichts. Huch. Naja, ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe es versucht. Hatte ich Servals Schwester etwa auch schon auf. Scheint so. Okay. Naja. Wie schon gesagt, man sieht sich dann in der nächsten Folge zum großen Showdown. Ja, also dann, bye bye.